はい、皆さんこんにちは。ジンです。ゆっぴりです。今日はですね、韓国人に紹介したい日本の素晴らしいところです。私が行ってるところはやっぱり少ないので、どっちかって言ったらやっぱり関東なので、今日はUPD にもいろんな情報を聞きたいなというふうに思ってます。なんか私、ひょうじゃありません。ひょうじゃなくて今光なんかひょうのようになって、どこの位置にいてもこのひょうからが消えないんですけど、ご了承いただければと思います。代わりに音質は多分バッチリ聞こえると思うので、はい、じゃあ今日紹介してくれるところは、そうですね、前に沖縄に行った時にもお城の城跡をぜひ行ってくださいって、中城城の後、はいはいはい、中城城、はい、おすすめしたと思うんですけど、やっぱりそういうお城が好きでして、ぜひ仁さんに行ってほしいのは松本城です。松本城肌汚い人そう怒られるから、あ、怒られるんです。松本潤、肌綺麗ですか？綺麗なはずです。あ、そういう言い方いいですか？私はそう思ってないですよ。私は綺麗だと思ったのを逆に日本の皆さんが教えてくれたんですよ。松本潤ってかっこいいと思っても肌汚いよって言われて、かっこいいと思ってます。私、松本潤見て、だってシャンプリンス買ったことありますもん。あ、紫好きだし、松本潤がなんかわーやってるから。で、どこ？松本城？松本城です。あ、城っていうのは白ですね。はい、そうです。もし、長野県の松本ですか？そうです。行ったことありますか？通ったことあります。あ、通ったことあります。富山、石川、これ何だっけ、上越じゃなくて、はい、上越違うよ、越後越後まで、上が越後でしたっけ、はい、うん、越中、越中、越後、越前ですね。越前っていうのは群馬、はい、群馬はそこまで行かない、ね、ちょっと分かんない、これ石川県まで関越道で行って、はい、あ、車で行ったんですか、うん、おー、すごい。で、石川県まで行って夜10時出発して朝5時着いたんですよ、うん、で、そこから降りて白川郷、木田高山、うん、下呂温泉は行ってないです。行こうと思って時間なくて、戻ってくる時になぜかナビが国道だったんですけど、松本過ぎてきたの、上まで登らずに、で下でもなくて、はい、松本こうやって横からで通ったことだけあります。ぜひぜひ行ってほしいんです。黒の荘厳なこの建物がこう見えてですね。あとは前の会社に松本さんっていう、はい、まっちゃんっていう同僚がいて、彼女が多かったです。黒い城壁のお城も少ないし、この石垣の黒い、それ日本で珍しくあんまり掃除会社入れてないんじゃないですかわざと黒いんですよ。わざと黒い、はい、あ、石が黒いんですね、うん、姫路城とか、ああいう白い、白鷺城と言われるぐらい白いお城とか結構ある。あの大阪城とかも白いですけど、松本城は黒くてこう渋いくていい魅力がたくさんあるので、ああ、じゃあ珍しいところですね、うん、そうですね、こういう情報は韓国の人が本当に、なんか観光ガイドとか見ても松本市までわざわざ行く人っていないんですよ、うん、だからいいなって思いますね。あとぜひ行ってほしいのは、まあ、京都とか奈良とか皆さん観光スポットがいっぱいあって、よく有名なのが伏見稲荷大社とか、こう鳥居がいっぱい並んでる千本鳥居って言って、こう鳥居がいっぱい、こう鳥居です。あの赤い子、これ赤い子ハンガー、うん、鳥居ですね、うん、東大寺とかそう有名なところもたくさんあるんですけど、ぜひ行ってほしいのは雑魚院っていう小さな寺院がありまして、雑魚、雑魚院、雑魚院、はい、日本文学を好きだから知ってると思うんですけど、平家物語って感じですね、はいはい、平家物語の中の平清盛さんがいらっしゃるんですけど、その方の娘さんが晩年過ごしたところなんですが、うん、何とも言えないこうちょっと寂しい感じなんですけど、趣のあるわびさびの世界なんですよね。わさびの世界こうよく言うそのわびさびのこの世界がこう一個に凝縮された、あの大原なので京都の奥の方なんですけど、うん、ま、京都なんですね。はい、京都です。京都市街からは遠いんですけど、少し足を伸ばしてそちらにも、まあ、キャンピングカーあるんで大丈夫だと思いますけど、だいたい大阪、京都、奈良とかこうセットで関西っていうその旅行ガイドには多分載ってると思うんですけど、今言った若干印は載ってるかよく分かんないですけど、多分ちょっと遠いんだったらちょっといい情報になるかもしれないですね。多分知らない方多いと思いますので、芝漬けとかご存知ですか？芝崎こうは知ってます紫のお漬物、きゅうりとかナスとか、おしんこね、おしんこ、そうそうそう、うん、それの発祥の地とかも言われてるところで、そこの海女さんたちが作ったっていう。私もナスの漬物っていうか、ナス一本こうしょっぱいやつあるじゃないですか、酸っぱい、しょっぱいやつ漬物をやる気茶屋でよく頼みました。やる気茶屋って何でしたっけ、居酒屋の名前。あ、そうそうそう
そうだやる気じゃやで300いくらでいつも学生時代に落としカットにしてそれを頼んで2000円ぐらいでいつも飲んでました。しかもやる気じゃや24時間とかで朝までやって店長と仲良かった。さすが今はもうあるか分かんないけど行きたいな本当に、なんか朝まで飲みたいですね。そういうところでいつもボトル入れたんですよ、ジンの。ジンロでジンロ入れるのに、いつもロックだから氷しか頼んでなくて、だからそれでびっくりしてたね。ウーロン茶とか、あと あのウーロン茶のボトルとか、こう本当こんぐらいのやつ来るんじゃないですか、でも本当のボトルが来るんですよ。ここ 2リットルのやつがトレだったんですよ。よかった。全然違う話でごめんなさい。すいません。逆にこう韓国人目線から見て同じ韓国人の方におすすめっていうところは遺跡ありますか？遺跡ですか、ありますね。渋谷の109、あそこはもうギャルが行かないんで遺跡ですね。もう最近ギャルが行く文化遺跡ですね。あ、でも今度あれです、NiziU がイメージキャラクターに選ばれたんですよ、109。おー、じゃあこれからギャルからちょっとじゃあ K-POP 好きな子が行くっていうイメージになってちょっと寂しいですね、だからこういうの、だから109のあるところにちょっとそういう記念館作ってほしいんですよ。ギャル記念館109の、もったいないじゃん、前に行ったら結構ホストとかとこう、腕組んでこうカップル同士で来てるヒョウ柄お姉さんたち たくさんいたのが懐かしいね。今いなくなっちゃってね、いい遺跡地なので皆さんどうぞ。あ、昔はだからそれ 見るために多分行ってたんですよ、渋谷行くと。でも今はあんまりないよね、なんか、ちょっと残念。この間のほら伊東に行ってらっしゃいましたけど、伊東からもうちょっと足を伸ばしていくと伊東横戸ちょっと伸びましたけど、伊東順次あの下田まで行かない手前のところに河津っていうところがあるんですけど、河津そこの河津桜っていう桜、河津飛び込む、あー水の音、それはカエルですけど、おー知ってるね、すごいですね。河津っていう言葉を知ってるね、日本人みんな知ってるんですかね。知ってるんじゃないかな、でもすごいと思います。俳句とかよく勉強してたんで。そうそう、マニアックだなって思います河津。東京とかで咲いてるあのソメイヨシノよりももっとピンクが濃くて。何が？ソメイヨシノ。ソメイヨシノって何？この辺関東で一番よく咲いてる桜ですね。白とピンクの間みたいな色じゃないですか。河津桜は本当にもっと濃くてなんか、まあ、ディープピンクですね。はい、で花も大きくて背が、あ、じゃあ梅みたいな感じだ。あ、そこまで濃くないんですけど、でも梅ぐらいの背の高さなので近くでお花が楽しめるんですよね。でそれがこう川沿いにバーッと全部ずっと咲いていて、だいたいこんな感じで、あの目黒のカフェみたいにこう川沿い、そういうイメージなのかな。あれソメイヨシノがわーって咲いてますけど、あれのもっと濃いピンク で川沿いでこう菜の花が一緒に咲いてるんですけど、少しコントラストが綺麗で。じゃ あのインスタやってる人結構来るんだ。来ると思います、来そうね。その時期はこう一大観光地として、観光バスとかもたくさん来るし、その川の、川で釣れる魚は川で何でしょうか、アユかなあとは伊勢。伊勢っていうのは多分三重県ですね。大好きな黒鯛の釣りができるのも伊勢だし、あとは三重っていうところが東海地方でしたっけ。そうですね、東海。私この間静岡が東海に入るっていうの話を聞いてびっくりしたんですよ。関東かと思ったんですよ。山梨と静岡、関東っていうイメージない？いえ、東海。山梨は中部、はい、でもどこかが山梨かどこかが関東って言いません？言わないか。伊勢神宮、なんかこの間60年に1回しかない、ま、祭り、式年遷宮ですね。え、式年遷宮。式年遷宮、神様を祀ってあるお家を60年に1回こう移すんです。引っ越しな、建物を、はい、新しくする。でこっちをまた壊してまた60年後に使うみたいな。私頑張れば90歳になった時に行けそうですね。そう、もう今はもう手遅れですね何年前ですもんね、多分前の会社の時の人が言ってくれました。なんか伊勢神宮なんちゃらって言ってて、60年1回っていうキーワードしか覚えてなくて、その神様をこう動かすその儀式みたいのも幻想的な感じなんですよね。ジブリはそうですね、ご覧になったことあんまないって。ジブリは知らないんですけど、フランスの元作家国家代表のジブリシーセは知ってますジブリシーセ大好きだったんですよ。伊勢神宮 その木がすごいんです。歴史のあるもう一本一本がものすごい大きいので、そのジブリのそのもののけ姫とかトトロとかそういうのに出てくるその森、非現実的っぽいそういう森みたいな、そういうのを感じられる。おー、あ、自然好きなので私も、はい、伊勢海老も伊勢神宮ですか。そうです、伊勢です。あと松坂も。伊勢丹は、伊勢丹は新宿かな。伊勢原は伊勢原は神奈川え、なんで伊勢ってつくの。
在日伊勢はジェイリョポ伊勢二世二世何松坂牛って三重ですか。そうです、松坂すぐそばです。はい、なんかイメージ的に松坂って言ったらなんか関東の茨城辺かなと思った。三重県行く理由がたくさんできましたね。そうなんです、伊勢海老とかもそうだし、そう魚介も美味しいし、そうお肉も美味しいし、観光のそういう自然も素晴らしいし、釣りもできるし。伊勢神宮の駐車場で車中泊して朝伊勢海老食べて釣りやって夜戻ってきて伊勢神宮の駐車場で車中泊してまた朝釣りやって夜関東戻ってあれ松坂牛はそう松坂牛食べて戻ってくればいい。伊勢神宮の意味は駐車場駐車場だあの皆さん好きな人はいるけど赤福とか和菓子ですっていうお菓子があるんですけどそれとかも伊勢の名物ですね。伊勢の名物は山本太郎ですよあの釣りの絹釣りのね鳥羽に住んでるらしい。あ、そうなんですか。うん、その釣りがすごい、ね、できるから特に仁さんには伊勢はいいんじゃないかなと。ああ、そうですね。うん、こう自然とか景色とかその楽しむところでおすすめはありますか。ああ、私は自然はいろいろ言いたいんですけど、うん、多分、まあ、韓国も紅葉とかは負けないし山とかも結構険しい山いっぱいあるし負けないんですけど自然でもし言うんだったら日本の山は絶対ちょっと登ってほしいなと思いますね。富士山とかは登る山じゃなくて見る山っていうのでその次の北岳も 3000m の急だし登る害があるんですよ。冬じゃなくて夏とか行っても雪がまだ見えますし日本ならではの小屋韓国の小屋っていうのは基本ないんですよ。大体1日で来れるしあっちこっちでだって自販機とかトイレとか完備してるのでそんな不便ではないんですけど逆に日本はこう自然を守りつつ本当に必要最小限のものだけを置くっていうことなのでそういうサバイバル系とあと競争心理韓国人結構刺激されると動くのでもちろんあの準備は必要なんですけど一応北だけは行ってほしいなって思いますね。自然だとね。ただ穂高だけとか結構危ないところ韓国の人とか外人はヘルメット被らない人多くて、まあ、事故ったりはしないんですけど でもやっぱりこう見てる人からヒヤヒヤするのでちょっとそういうところは守ってねあの山登りちょっとやってほしいなと思います。日本のアルプスっていいのかな。日本のアルプス ぜひ登ってほしいですね。南だと北だけ北だと上高地穂高はちょっと無理かもしれないけどあとは自然だとタヌキ湖キャンプ場ってあるんですよ。あのキャンプの目的じゃなくてもう夜だけでもいいんですけどダイヤモンド富士が見えるんですよ9月10月に行くと。なのであそこはぜひ行ってほしいなと思いますね。やっぱり富士山って韓国の方が見ると感動するものですか。いやだから私は日本に山がないと思ったんですよ。富士山が日本の唯一の山なんだって思ったのでそこまでなんか感動のレベルじゃなかったんです。なんか絵とか見るとこうやってでかく描くじゃないですか。絶対でかく描くから山がないのかなと思ってこんなでかいわけねえだろと思って実際見たら本当にそんなでかいんですね韓国はだから 2000m 超える山もないし白頭山が2700なので17442744なのでハッラーさんとかだと1955なので日本の山ぜひ登ってほしいです。1000メートル以上違うってことなんですね。ただ韓国の山険しいので登りごたえはかなりあります。観光とかレジャー施設みたいなのだったら沖縄のあの美ら海水族館行きましたよね、うん、これひどくね。え観光とかレジャー施設とかでおすすめだとこの間沖縄の時行ったと思うんですけど美ら海水族館あそこはやっぱり見てほしいなと思いますね、うん、そうですね。あのジンベエザメとか韓国でめったに見ることができないので、うん、そういうところですね。韓国でその水族館とかのイメージがあんまりないんですけど、うん、やっぱああいう大きい施設ってあるんですか。ありますよ。一応あるんですけど記憶に残るものがないです、うん、記憶に残る、はい、うちの、うんお母さんは皆さんあのご存知の通りお金がなかったんでなんかあっちこっち行ってないんですよ。そんな行くんだったら登山とか釣りとかだったんでまともに覚えてるところはないです。でもまたこうやって言うとうちのお母さんが全部連れて行ったよって絶対もう全部ってもう全国って絶対多分嘘ついて言うと思うんですけどあんまりないですね。水族館韓国はでも水族館行く必要がないのがフェッチ韓国の刺身屋さんの前に水族館いっぱいあるんじゃないですか。水槽がね水槽にそこで見ればいいんですよ。それ楽しいんでリアルなやつね。ドリャンジン水産市場行ってください。水産市場あそこがベストです。しかもお金払えば買えるんですよ
食べれるしね。日本は買えないけど、ね、日本はお金払っても何もできないの、座ってるだけなんですけど、韓国は殺してくれるよ本当に、血抜きもしてくる。私からのおすすめはレジャー観光、長野県の白馬スキー場行ってほしい。韓国の人なんかやっぱりこう見せびらかし大好きじゃないですか。トリックすごいやってるんですよ、スノボーで。結構有名な選手もいます。ただ滑れる場所は少ないです。やっぱり山はたくさんあってもスキー場として使ってる山は少なくて、日本が結構いいんですけど、白馬みたいなところは絶対行ってほしいですね。韓国の雪質も違いますし、雰囲気やと広さがもう圧倒的に違うので、それを見てちょっと感動をもらってください。雪質とどう違うんですか？韓国はだいたい自然雪は少ないんですよ。韓国すごい雪降ってるイメージあるんですけど、岩温度の山脈の基準でこっちとこっちと天気が全然違くて、雪が降らない山多いんですよ。日本も最近になって雪降らない山多いんじゃないですか。で、日本の方が関節ですね、乾燥してます。なのでパウダーです、パウダー。サラサラしていて圧雪の方が実際滑りやすいんですよ。人工だからダメとかっていう概念はちょっと間違ってて、逆にトリックとか大会の人とかはこう圧雪の上なんですよね。でもやっぱり一回日本の雪質は一回体験してほしいですね。スノーとか言いますもんね、こうサラサラでね、あーなるほど。あとは行ってほしいのは東京駅なんですけど、なんでかっていうと、東京駅でなんかこうするっていうよりも駅の中で新幹線をいっぱい見てほしいんですよ。入場券で新幹線、東京駅だと東北新幹線も北陸新幹線も東海道新幹線も全部見れるので、結構新幹線好きなんですけど、個人的な個人的な内容でいいと思います。ぜひこう全部の種類が見えるので、こう見ててやっぱり、しかもすごい15分おきとかに発車みんなするので、だから楽しんでほしいなって。色とりどりのこの駅、いいですね、高校の駅がいいよみたいなあります？ありますね。私は道の駅をおすすめします。道の駅、新幹線は見れないんですけど、いろんなトラックを見ることができます。しかも15分出発じゃなくて、もう 1.5 秒出発です。みんなでも日本の道の駅楽しいんですよ。なんか韓国にあんまりないイメージで、いろんなもの売ってますし、温泉もあるし、楽しいので道の駅、これからキャンピングカーでいっぱい巡れますよね。はい、そうですね。あと買い物だとやっぱり、まあ、世界的なブランドとかを買いたいっていうと、やっぱ銀座とか新宿とか渋谷とかそういうところだと思うんですけど、日本のもの、洋服とかになっちゃうんですけど、そういうものを楽しんでいただきたいならやっぱり表参道かな。表参道私行ったことはないですよ。あ、そうですか。クラウンサンド食べたことあるんですけど、表参道ミノサンド食べたことないですね。表参道の日本の、まあ、そういう世界的なブランドだったりとかっていうお店がやっぱりそこに出すところが多くて、はい、空港でいいじゃないですか、免税店。いや、デザイナーズとかだとソムデギャルソンとか酒井とか、まあ、パリコレにも出てるようなそういうブランドが日本のもので、それを本店で楽しんでいただくって思うと、表参道の独特の雰囲気を楽しみながら、まあ、あとちょっと個人的な話ですけど、またその後にキルフェボンに行ってケーキを食べるみたいな。何？キルフェボン。キルフェボン皆さん知ってますよね、有名なキルフェボン。ぜひ今度。私は買い物は戸越銀座銀座ですけど、戸越がつきます。戸越銀座行ってほしいです。手越じゃないよ、戸越ね。あ、戸越銀座はとりあえず車で行っちゃダメなんですよ。一通が多くて止める場所も少なくて、時間によってちょっと出れなかったりするので、電車で行ってほしいですね。戸越銀座は食べ歩きとかもいろいろできますし、昼飲みもできるのに静かで、まっすぐだけでそんな長くもないし、なんか結構好きです。他の商店街だと結構昼飲みだって言ったら昼飲み、買い物だって言ったら買い物みたいな感じなんですけど、本当にこう商店街の方ストレスなく買い物もできて、食べ歩きもできて、昼飲みもできて、戸越銀座は品もあるし、私いいと思います。個人的におすすめします。今日はユピディにいろんなところを紹介してもらいました。なので韓国の人も今日聞いた話を紹介しつつ、紹介する前にはとりあえず私がまず行ってみたいと思います。なんかいろんな情報ありがとうございました。ぜひで皆さんもここに行ってみてくださいっていうのがあれば教えていただければなと思います。そうですね、関東だと皆さんがリクエストしてくだされば本当に行きやすいですし、実際そうですからね。今回伊豆行ったりとか千葉行ったり、
とかも皆さんが教えてくれた情報だったので本当に感謝してます。あと関東だけじゃなくて年末私今四国か九州か今迷ってます。で北海道とかはチャレンジするために、まあ、今年だけじゃないからまた来年とか行くと思いますので、まあ、全国どこでもいいので皆さんできればねあのキャンピングカー入れる駐車場が楽、はい、人が少ないところをメインとしておすすめしてくださればいいなと思います。はい、今日の内容が面白かったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あと顔の表柄ちょっと出ないように次ちょっと撮影気をつけたいと思います。皆さんそれではアニャンバイ。